まあ、そりゃこるよね。役所の方も。で、くれぐれも言っておくと、政策に関して批判したらいかんって話じゃないんですよ。大事なことは、事実に基づく議論ですからね。皆さん、こんにちは、ハンネです。本日は2022年3月12日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、NHK 説明はということになります。この動画では、 NHK の報道に対して省庁が明確に批判をした件についてお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、基本的には昨日の動画と似た部分もありますが、追加情報やより正確な情報を提供していきますので、前回動画をご覧になった方にも楽しめると思います。ちなみにこの動画では少しだけ留学生制度について試験も述べますが、留学生制度の是非など論点にする気はないので、そこはご了承ください。では、今回の目次はこちらです。 では、早速こちらをご覧ください。こちらは、文部科学省の高等教育局学生留学生課が出したお知らせですね。以下、引用です。2022年3月10日に掲載された NHK の記事について、報道内容、水際対策の緩和に伴って入国した経済的に苦しい状況にある外国人留学生を支援しようと、政府は1人当たり10万円を支給することを決めました。 政府は新型コロナの水際対策を緩和し今月1日から外国人留学生らの入国を認めたのに続き11日からは留学生の受け入れを優先的に進めるため航空機の空席を活用した新たな仕組みの運用を始めるこれを受け政府は今月末までに入国して大学などに在籍している外国人留学生のうち 新型コロナの影響でアルバイトにつけず収入が得られないなど経済的に苦しい状況にある人に一人当たり10万円を支給することを決めました。事実関係。こちらが役所の正式見解です。水際対策の緩和に伴い入国した外国人留学生のみを対策とした給付を行うという事実はない。今般、文部科学省が決定したことは 学生等の学びを継続するための緊急給付金、令和3年度補正予算にて措置、令和4年3月末までの事業について、3月中に再度学校から推薦を受け付けるもの。この枠組みは、令和3年12月20日から実施し、学校が困窮していると判断した学生等に対して10万円を給付するものであり。 当該学生等について留学生も含まれるというこれまでの取り扱いは変わらない。本給付金は水際対策と関係なく、今なおコロナの影響によりお困りの学生等に可能な限り給付金をお届けするために実施するもの。以上ですね。で、この話題は昨日お伝えしたものです。それについて文部科学省が正式に説明したわけですね。 で、昨日の動画でもお伝えしましたが、NHK の3月10日の記事では、水際対策緩和、入国も困窮の外国人留学生に10万円支給決定、政府、という見出しの記事が出されたんですね。そうすると SN、SNS 界隈では、留学生ばかりに金を出す岸田内閣、ふざけるなという声や、こういうことはすぐに決める岸田内閣。そんな金あるなら国民に金を出せ、日本の学生を救済するのが先だろ、うという声が溢れたんですね。 しかしこれらの声の中にもそもそも口頭無形なものもありはしました。 例えば、その分の金で国民に金を出せという批判は明らかに無茶な考え方です。仮に10万人の留学生に10万円を配ると仮定すると予算は100億円になりますが、それを1億人で分ければ100円ですからね。しかもそもそもの記事にあるように、給付については審査を通ることが条件となっており、これはそもそもコロナのせいで苦しんでいる留学生の話に限定ですから、記事にある制度上でも留学生全体 がももらうわけでもないし、ね、ただ、そもそも NHK の記事がひどすぎた。見出しは留学生限定の10万円支給を今回決定したように読めるし、記事の中身も相当注意深く読まないと留学生限定にしか読めない。そのために岸田総理へのバッシングがあったのですが、文科省が報道が事実誤認だと言ったわけですね。 で、NHK 報道ではまるで今回外国人留学生が日本に入れるようにしたことに関連して留学生への給付金を決めたかのように書かれています。しかし、文科省も説明しているようにそもそもこの話というのは 去年の12月には決定しているもので、原則的に日本で学んでいる学生のうち、学校が困窮していると判断した生徒には10万円を給付する。それは留学生も学生として扱うという仕組みがそもそもあり、そしてこの給付金の制度はすでに2回募集されているが、3回目の募集がこの度始まったというだけだというんですね。 水際対策と関係なく、ただ3回目の募集を始めたというだけであって、しかもこれまでも留学生は普通に対象だったんですよ。NHK の記事は全くのデタラメなんですね。で、念のために実際にこちらをご覧ください。こちらはその生徒の説明なんですが、はい、このように、 国内で学ぶ学生を対象にしているだけですね。で、最初から留学生を含む制度です。ちなみに Q&A でも留学生については、留学生についてはどのような条件で対象となりますか日本人学生と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮していることが必要であり、最終的には大学等において、学生等の実情に寄り添った形で総合的に判断することとなります。と説明があります。 あ、12月の説明ですね。はい。水際対策とは関係ないんですね。勝手に NHK が話をつなげただけ。というか、そもそもわからないのは、NHK の記事にあるような決定を今回行ったという事実が、どこにあるのかわからないんですよね。 昨日動画を作る際にいろいろ調べたんですが、どういう発表があったかもよくわかりませんでした。私の確認不足かもしれませんが、NHK の記事では、誰が発表したなどについてそんなことが書かれてない。ただ、政府は決定したと書いてるだけなんですね。つまりこれ、下手したら NHK の記者が妄想で書いた記事の可能性もあります。 今説明したように、そもそもこの給付金制度は日本国内の学生を対象にしたものであり、12月にはすでに決定されていたものです。ですから、今回の水際対策の緩和を受けて10万円の給付を決定したという事実そのものがあったか疑問です。いや、誤りでしょうね。 早い話、昨日から続く留学生の10万円給付騒動は NHK の記事を鵜呑みにした人の一部が制度について調べることなく騒いでしまっただけということになるわけですね。まあ、運が悪いというか、つい最近総理が留学生を日本の宝と表現したこともこれにつながってしまったとは思いますが、正直言って今回の騒動は NHK がほぼ100%悪いと思いますね。 ただちょっと気になるのは普段から NHK を球断しているジャーナリストたちの存在です。今回の NHK の記事を引用して政府批判をしている保守系のジャーナリストの方も目立ちましたよ。調べないので、もちろん留学生に10万円式をすることは何があってもダメだという意見もあり得るので、それはそれでその立場で主張すればいいのです。 ちなみに私は今回のケースは例えばちゃんと計画立てて日本で留学生生活を送ってたがコロナのせいで本国に帰らざるを得ない状況になったケースなども救い得るのでそこまで問題があるとは思いませんが SNS などでは留学はちゃんと計画立ててやるものだ金がないのに来るなという主張も目立ちますしそれも一つの正論ですがこのケースは実際に日本で学んでる留学生がコロナというイレギュラーによって困ってる というケースについてのものですからね。あ、今回留学した留学生が対象外かは不明ですが、別にそれ目的ではないですから。したがって、留学前に計画立てるという話とは、筋がそもそも違うとも言えるでしょう。もちろん、天変地異のようなイレギュラーについても、本国が何とかするべきものと考えるのも正論ですが、日本に来た留学生のうち、困窮している学生に10万円だけ追加することが、そこまで問題かはよくわかりません。 しかし、それが問題だと思われる方がいることも、先ほども言ったように理解はできます。ただ、ここで大事なことは、事実に基づく議論です。先ほども言ったように、今回の事例について、留学したいなら計画立てて来い、金がないなら来るな、と言って、自分の過去の留学準備について語るのは、ほとんど事実誤認に基づく議論です。 おそらくそれは水際対策と勝手につなげた NHK の記事に誘導されてしまった誤った議論ですね。特にジャーナリストなどが一時情報を調べることなく、そして普段批判している NHK の記事に載せられて政府批判を事実誤認に基づいて行ってしまう。 それは大いに反省するべきだと思いますよ。そして今回の騒動の原因である NHK。なんか話しなさいよ。軽く調べたけど、何の説明もなかったぞ。お前らどうなってるんだと私はね、怒りを表してしまうんですけども、同時に自分が普段動画を作る際にちょっとね、改めて気をつけようと思ったんですけど、皆さんはどう思ったでしょうかぜひともね、皆さんの感想を教えてください。また、高評価、チャンネル登録、拡散などもお願いします。ではね、バイバイ。